バスが動き始めれば爽やかな春風もお感じいただくことができます。ではいよいよ出発いたしまして、早速ですがまずは皆様右側をご覧ください。本日旅の一番初めに東京駅丸の内車が皆様をお出迎えです。では一段高いところから東京駅をご覧いただきながら出発をしていきたいと思います。現在は休館中なんですけれども、日によってはこのてっぺんの時計塔が白くライトアップされまして、夜もまた昼間とは違った雰囲気で、とても美しくご覧いただける建物になります。で、そんなご覧いただいております日比谷公会堂は、大きな大きな都心のオアシス、日比谷公園の中にございまして、右側一帯日比谷公園の中には、様々な施設が入っております。では右側奥を覗いていただきますと、書面やしながですねご覧いただけます。そうですね、一番多く見えてまいります。桜の種類は書面やしなでございます。お客様の中にも桜と言われたら書面やしなを思い浮かべられる方も多くいらっしゃるかと思うんですが、今日は書面やしなだけではなくていろんな種類の桜についてもぜひ松丸ごぶ桜コースにご乗車いただきましたのでご紹介をさせていただきたいと思います。またここで右下はちらっと敷地内のぞくと、ここにも桜が綺麗に咲いているみたいですね。ピンクの可愛らしいお花が外務省でもご覧いただきました。今日もね、多くの方が見学しているみたいなんですけれども、実はこの国会、事前にご予約が必要なんですが、予約をしていただきますと、どなたでも見学をすることができます。国会議事堂、ここからもご覧いただくことができるんです。そうですね。では、振り返りながら国会議事堂とバイバイとお別れをしていただきます。綺麗に咲いていますね。で今ですね、お客様の右側に広がりますお堀が、右も綺麗ですが、お客様左側もご覧ください。桜が目線の高さでお楽しみいただけます。お兄ちゃんお姉ちゃんもね、ぜひ左側をご覧になってみてください。綺麗な桜がご覧いただけます。さあここから本当に360度美しい景色が広がってまいりますが、最高裁判所でございます。この最高裁判所、茨城県稲田産の三日月石を10万個も使って作られていることから通称石のお城と呼ばれております。そしてこの最高裁判所の近くにもすぐ脇には桜が植えられておりますので、ここからまずはですね裁判所の前の桜をご覧いただければと思います。では左側、綺麗ですね。でこの桜、最高裁判所だけではございません。ちょっと忙しいですが、引き続き左をご覧になってお待ちください。このお隣にはですね、国立劇場がございますが、国立劇場も桜のお庭になっているんです。で今この国立劇場では、しだれ桜がとっても綺麗。はい、左です。綺麗。今見頃ですね。しだれ桜が見頃でした。で他にももう結構葉っぱが目立ち始めておりますが、国立劇場には8種類の珍しい桜が植えられています。そして左もまた見事にここも桜が咲いていますね。ではここからどん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 桜の数が増えてまいります。もうね、皆様の正面にはずっと桜並木が通り川淵公園では今日も多くの方がですねお花に見物しているみたいです。でこのですね右側の千鳥ヶ淵公園の桜は夜になりましてもライトアップが行われますので、昼間とは違った雰囲気でとても美しくご覧いただきます。あら、青いレジャーシートがいっぱい広げられていまして、今度反対左側にも桜が続きますが、お客様の左側、塀の中のおしゃれな洋館がこちらイギリス大使館です。まもなくイギリスの国旗がどこかに見つかります。見つかったら指をさして教えてください。では左奥のぞくとイギリスの国旗が赤ありましたね。ありがとうございます。かなりおしゃれな雰囲気なんですけれども、いやー綺麗ですね。皆さんこの辺ぐるっと見渡すと360度
広がっています。でこの左側の桜は明治31年にですね、当時の英国公使により植えられた桜でございます。そしてここからオープンバス本領発揮、皆様上を見上げる準備をしてお待ちください。これから桜のトンネルを駆け抜けていきますが、もう手を伸ばせばタッチできそうな距離に桜が。それでは左側、大島桜、そして花びらが散ってきましたね。舞ってきました。皆さん、桜の花びらってキャッチするとお願い事叶うって言われているんです。今日は元気なお兄ちゃんお姉ちゃんもいっぱいご乗車中なので、花びらが舞ってきたらぜひキャッチチャレンジしてみてください。さあでは皆様、真上を見上げていいリアクションありがとうございます。でここを駆け抜けていきます。静止画よりも動画の方がおすすめです。では真上を見上げてみましょう。いやー、綺麗ですね。で結構緑もね、目立つ。花火が散ってきました。キャッチしてみましょうか。キャッチできるとお礼ごとかなっちゃいます。でもうここ左側右側といろんな種類の桜が植えられておりまして、加藤桜や山桜、お種類なんて言ってる場合じゃないですね。はい、では見上げていただいて、すごい間近に。そして皆さん、ちょっとここから忙しいです。桜も綺麗なんですが、正面には東京スカイツリーが見えちゃいます。お天気を過ぎてくっきりはっきりスカイツリーが正面。そして左側ちょっと振り返りましょう。千鳥ヶ淵が見えます。一瞬ですが左奥を覗いてみてください。ちょっと忙しいんですけど、右ご覧ください。こちらの黒い立派な桃、左桜もとっても綺麗なんですが、奥が犬門でございます。ちょっと忙しかったですね。犬門一般公開が行われておりますので、この辺り賑やかなんですけれども、さまざまな左右にはいろんな種類の桜がご覧いただけます。この通りにはですね、いろんな種類の桜が植えられているので、色も結構バラバラなんですけど、ここから左ご注目になってお待ちください。まもなく私個人的に今一番綺麗に咲いている桜が見えます。はい、左です。ここ今が見頃です。満開なんです。ボリューミーですよね。ここ左側ご覧ください。これ今が一番綺麗に咲いています。そうなんです、竹橋付近の桜が今一番綺麗にご覧いただけるんですね。さあではちょっとね、忙しかったんで深呼吸していただきまして、ほっと一息ついていただきながら、まだまだ引き続きですね、桜はたくさん見えてまいりました。かつて江戸城三の丸の正門でありました平川門でございます。こちらの平川門ですね、あの大奥御殿女中専用の御門だったことから、おつぼね門とも呼ばれておりましたり、この大手町にはお役所がたくさんございまして、まずはですね、皆様の正面、灰色のグレーの建物が見えてまいりました。ここからバスの向きが変わると左側ですね、この背の低いグレーの建物が毎日のお天気を教えてくれる気象庁でございます。そしてこの気象庁のお隣、今正面見上げると屋上に赤と白のアンテナが立つ白い建物、東京消防庁でございます。左ご覧ください。1階には赤いヘリコプターの展示が、ここ左にヘリコプターが。でちょっとここで振り返ってみてください。左後ろ振り返ると救急車と消防車もかっこよく並んでいます。本当にいいところで信号引っかかります。皆さん右側ご覧ください。さあ右側、今綺麗に咲いておりますのがしだれ桜でございます。ベニーしだれ桜と、そして八重ベニーしだれ桜がございます。桜は八重とつきますとちょっと遅咲きになりますのでね、この後もまだまだお楽しみに桜の品種になります。そんなしだれ桜と一緒にご覧いただいております。右側、橋を渡った先、奥の白壁の御門、昔は江戸城の正門でありました大手門でございます。ご協力をお願いします。そして、ね、この辺りに皆様様子なんですけれども、今年の宵通りの一般公開は明日まででございます。
24日から大久保町の犬通りの一般公開が今年は行われております。東京駅が見事に綺麗ですね。さあでは東京駅を少し離れたところからご覧いただきまして、ここからバスは皇居外苑皇居前広場を進めていきます。皆様右奥覗いてご覧ください。木立と木立の間から緑の屋根の建物が一つ、あちらが皇居宮内庁でございます。そしてこの皇居宮内庁のお隣、かなり賑やかなんですけれども、白壁の門が皇居への一般出入り口にあたります坂下門でございます。ここから皇居前広場が広がりますが、ここでですね、左奥を覗いていただきますと桜が、そして今やっとですね、つぼみが大きくなり始めた、これから咲く桜が左奥にスカイバス東京から広がります。景色の風、そして桜はいかがでしたでしょうか。またですね、皆様の良き思い出の一つとなれば幸いです。そして本日ですね、ご乗車の際にお渡しいたしましたチケットは、今度スカイバスにご乗車の際割引券になりますので、また機会があったらいつでも遊びにいらしてください。ではこの辺りでもう一度空を見上げていただいて、お別れの挨拶とさせていただきます。改めまして本日はスカイバス東京にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。